昭和の大きすぎる、はい、まあアンドレもいいんですが、私やっぱりでかいなって感じたのがこれやっぱロードウォリアーズでございまして、俺はババさんですねそうなんだけど でかすぎるというけど、はい、大きいと思いましたね、と思うんですよ。中学の時にさ、はい、高橋君、はい、俺たち弁当だったのね、はい、ドカ弁って俺初めて見たよ、あのねある場合運動部の子が、はいはい、あこれがドカ弁かっていうぐらい、いわゆるあの漫画のドカ弁のドカ弁、お重を長方形にしたみたいなわかるだろ、わかるだろ、わかるわかるわかる、うん、でほとんどが米、うん、うん、そう、あの、うん、梅干しが真ん中にあって、真ん中にあった、これ本当に あのね、うわでかすぎる、山田太郎みたいな、その時の山根さんのサイズは、うん、山根さんのいよいよ普通、俺ちっちゃいしさそうか、あの中学までちょっとちっちゃかったんですよね、ちょっとちっちゃいっていう言い方がいいんだけどいや小柄だったんですはいはいはい、はい、うん、さあ、うん、昭和の大きすぎる、いろんな大きすぎるが今日ねお寄せいただいております、うん、宇部に嫁いだ陽子さん55歳の方でございます、昭和の大きすぎる、トリンディドラマ全盛の頃ダブル浅野が主演したドラマの中で使っていた携帯電話、あの時はかっこいいと憧れていましたが、しかし今携帯電話手のひらサイズ、あの時のものは大きすぎたなというふうに思います。あれ携帯じゃなくてショルダーでしょ、ショルダーに近い、ショルダーからね、もう携帯になってたと思います。でも大きいんですよ、俺その頃全然テレビ見てないんです、コキかって感じの、あの電話のコキかっていうような、なんでコキって言うんだろうな、そう、俺は気があるから、孫でおるんだそのもっと細いやつそうあ妹とかね恋のぼりか、恋のぼり、はい、でまあ携帯でこれだからダブル朝もですから抱きしめたい、昭和63年、もうほんと昭和63だからね、バブルのほんともう弾ける前ですよ、あ昭和63年、63年ね、うん、何してました、ぼやっとしてましたいいねその逃げしたらもうだって許されるもん、酒飲んでてもね、酒飲んでても、はいはい、こちらパンジーさんからいただきました、宇部市の方でございます、昭和22年生まれ76歳女性の方でございますね、結婚して10年過ぎの暮れのこと、うん、お笑いしたんですが、忘年会から帰ってきた主人は大きな革靴を履き、大きな大きなダブダブの黒のコートを着て帰ってきました。おかしくて大笑いしたんですが、支払いを終えて帰る時に残っていたコートと革靴を身につけて帰宅したんです。間違えてコートと靴を履いてった人がいて、どうやって主人の小さなコートを着て小さな革靴を履いて帰ったのかなとか、でブカブカで帰ってきた主人の服もおかしいけど、ちっちゃな服を着て帰られたご主人を見た奥様も大笑いされたことでしょうっていう。いや、うん、主人よりちっちゃいのよしたら大きい人はどうしたの、その大きいブカブカのコートの人は、その大きな人、その人は裸で帰ったんですか、そうかケジ部屋みたいになったな裸足ですか、なるほどな、あのさ、はい、学生服って高橋君たちは学ランじゃなかったんでしょ、いや学ランから、だから兄貴のところ、兄貴の竜と虎のやつ、そう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 、見事にそうなの、いやだけどお兄さんを着てけって言われて、そんなの着てったら僕何されるか分かんないから、あの自分の着てきました。やっぱ学生服ってやっぱ着られてた感じでしょ、もうでかいでかいですよ、ある種もう大きくなるからという、そうですよ、すぐ大きくなるけっていうのが言うじゃないかなどういうかどういう顔今すぐ大きくなるけ、それでいいね、それまとっちゃけいいんちゃ、ほとんど口が動いてなかったそれでだけどさ、俺あんまり大きくならんかったんですよそれですね、あの大きくなり始めたのは中学卒業してから、いやいやもう高校入ってからです、高校入ってから、うん、じゃあずっとブカブカのままだったんですか、うん、割とそうだった、多少はね、うん、爪入りの首のところが、うん、痛い、いや痛くじゃなくて結構余裕があるのよ、あでかいから、そうかそうか、でもそれがこう引っかかるんじゃないですか、貝になる時あるね、うん、になるこうなんかラインができて、確かに最近どう、なのゴム の, あのパンツの上がちょっと貝が貝よ、背中も貝よ、背中も貝じゃない、貝なんか塗るよ、うん、俺も塗ってますよ、はい、昔さ先輩のところにおった猫が大砲っていう名前さ大きいのすごいすごいでかいの、もう本当にこれ猫ですかっていうぐらいブチャっとした、もうねもう、はい、骨格がでかいしなんかブニャーっとしててさ、でも可愛らしい猫でさ、かわいいよね、ドテーンとしてね、名前大砲、はい、いかにもっていうスリーランスクイズさんからいただきました、昭和52年生まれの47歳でございます、若いね、はい、大きすぎると感じたのは何といっても幼稚園時代間近で見た大相撲の力士ですと、この方ね
あの九州なんですよ、はい、それはね、あの育ったの九州場所の、そう、うん、で当時私が通ってた幼稚園のそばの神社にも駐車場にとある部屋がプレハブを建てて宿舎を構えていて、でその力士が幼稚園に訪問してくれてました、力士に私も挑みかかったんですが、とにかく体がでかいでかい、ぶつかってはいくものの当然ながら歯が立つはずもなく片手で軽々と持ち上げられ、園の外に放り出されて、いい思い出です ね, ねあのこういう、はい、よくあるじゃん、赤ちゃんでもお相撲さんにこう抱っこしてもらった、うん、なんかなんか横綱に抱っこしてもらった、でもこの時でも幼稚園の中にもさ、うん、ちょっとこうなんか頭脳箱って毒斬りとか吐くやつとかいないの、なんかなんかあの干潮するやつが干潮か毒斬り、毒斬りがいいな、それは反則です、グレート思ったで、ね、さあ、うん、プロレスなら許されるあれでしょ、奥歯に隠しとってプチって割るんでしょ、うん、ピンピチュってやつ、あれどんな味がするんですかね、味はミントじゃないかそれ色カラーでしょ、緑はじゃあ赤は、赤からしいちごよ、いちごじゃない、いちごの色じゃないもん、あれピンクじゃないんだから、いちごシロップ、いちごじゃない